名前はあのな、なんでしょうね、降りてきたんでしょ。そう、まず響きが降りてきてこう響きが頭の中にこう、あ、これだっていうので来たんですよ。借りたかね、すっごいもう図書館にも行って何冊も借りて、で挙句の果てにもう昭和なんだ、何年だ、何年だ、昔ね、もう紙がちゃっこくなっちゃってるよね、原点、うん、隠すよね、そうそうそう、なんか生命判断の を作った人か、そこまで遡ったね、ルーツまで、そう、でそこでその響きと漢字を合わせてつけた、そう、その漢字を考えたのは私、そう、そうそうそう、いろんなことを経験してほしい、悪いこともいいことも、そうそうそう、や、まあ本当に挑戦してもらいたいよね、僕がね、僕は思う、でもそれはまあね、できない、それを押し付けないように、そう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 、なんかね、いろんなことに興味持ってくれる、うん、それを引き出すのは私たちの役だから、いろんな引き出しを作ってあげないとね、そうだね、なんでも、うん、広いことをやってもらって、富田さんが言ってたみたいに、やっぱり壁にこう、なんか消しても怒らないとか、そうだね、すごく大事だった、大変だね、でも怒らないって難しいな、怒らないでできるかな、どうだよ、めっちゃそうだね、怒るね、まず絶対怒るね怒ると思う、なんだろうな、家事もすごいたくさん手伝ってくれて、本当にもう感謝しきれないぐらい感謝してます、きっといいパパになってくれるんじゃないかなって思うので、これからもよろしくお願いしますっていう気持ちをいつも持ってたいですね、まあ本当に父親になるっていうのは初めてなんで、まあ、頼りないところもあるかもしれないけど、まあ、お互いフォローし合って頑張っていこうねということです。